こんにちは。今回は J リーグのコンオフの移籍市場で動向が気になるキーパーについて取り上げてみました。 J1 は24節、 J2 は29節、 J3 は23節が終了しました。 J リーグは終盤戦に突入しつつあります。優勝争いや ACL の出場権争いや昇格争いに注目が集まっていますが、もうすぐ11月に入ります。ストーブリーグが間もなく開幕しますが、今年はストーブリーグもかなりイレギュラーなものになると思います。予想の難しいオフになると思いますが、ポジション別に動向が気になる注目選手を1位から10位まで上げてみました。1回目の今回はキーパー編です。全部で7回を予定しています。それではスタートです。まずは10位です。10位はブラウブリッツ秋田の田中雄大です。1995年11月生まれで24歳のキーパーです。開幕から無敗を続ける秋田の守護神です。驚異的なスーパーセーブを連発しており、23試合でわずか7失点です。187センチとサイズがあって、身体能力も非常に高い選手です。J2 どころか J1 のクラブが獲得に乗り出しても不思議はない選手です。相模原時代は元日本代表の川口と一緒にプレーしました。次は9位です。9位は FC 東京の畑野です。1998年5月生まれで22歳のキーパーです。198センチと破格のサイズを持ったキーパーです。経験豊富な林からポジションを奪った時期もありました。五輪代表に入るためには試合に出続けないといけません。J2 のクラブに期限付き移籍する可能性があると考えられます。次は8位です。8位はアルビレックス新潟の小島亮介です。1997年1月生まれになります。五輪代表の常連ですが、大分では出場機会に恵まれませんでした。期限付き移籍先の新潟で好プレーを連発して評価が高まっています。大分に復帰するのか、新潟に残るのか注目されます。抜群のフィード力を持ったレフティーです。次は7位です。7位はファジアーノ岡山のポープウィリアムです。1994年10月生まれで26歳のキーパーです。若い頃から将来を期待されてきましたが、新天地の岡山でついに才能が開花しました。岡山で好プレーを連発して評価は急上昇中です。192センチとサイズがあって、身体的な能力も高くてフィード力も J2 屈指です。フロンターレからの期限付き移籍になりますが、横槍が入る可能性もあります。次は6位です。6位は大分トリニータの高木俊です。1989年5月生まれで31歳のキーパーです。 J リーグでも屈指のフィード力を持ったキーパーです。2018年以降の大分の躍進に大きく貢献してきましたが、今シーズンの途中にムンキョンゴンにポジションを奪われてしまいました。移籍先候補としてはパスサッカーに取り組むクラブが考えられます。次は5位です。5位は浦和レッズの鈴木ザイオンです。2002年8月生まれで、まだ18歳のキーパーです。高校3年生ですが、今最も期待される日本人の若手キーパーです。年代別代表の常連で、すでに年代別のワールドカップを3度も経験しています。近い将来、浦和の守護神になるのは確実ですが、西川がいる中、どのように育てるのかが注目されます。J2 のクラブなどへ期限付き移籍することも考えられます。次は4位です。4位はアビスパ福岡のセランテスです。1989年10月生まれで31歳のキーパーです。J2 で首位を走る福岡の正キーパーとして活躍しています。ここ最近は怪我もあって欠場が続いていますが、安定感があって J2 を代表するキーパーです。レガネス時代はスペイン一部リーグを経験しています。福岡が J1 昇格を逃した場合は、他クラブへの移籍が考えられます。次は3位です。3位はベガルタ仙台のスオビックです。
1991年8月生まれで29歳のキーパーです。昨シーズンの夏にシュミット・ダニエルの後継者として仙台に加入したポーランド人です。ポーランドはキーパー大国と言われますが、ポーランド代表でプレーした経験もあります。安定感があって J1 でもトップレベルのキーパーですが、仙台は財政難が深刻です。推定年俸を考えると移籍の可能性が高いと言えます。次は2位です。2位は鹿島アントラーズのクォン・スンテです。1984年生まれで36歳のベテランキーパーです。抜群の安定感を誇る J リーグ屈指のキーパーですが、21歳の沖が台頭しており、今シーズンは途中から控えに回っています。これだけの実力を持ったキーパーなので、サブに回るのはもったいないと言えます。獲得できたら大きな戦力になりますが、推定年俸はかなり高めです。最後は1位です。1位は柏レイソルの中村浩介です。1995年2月生まれで25歳のキーパーです。言わずと知れた日本屈指のキーパーですが、今シーズンは怪我に泣かされており、2度も戦線を離脱しています。 J1 では10試合の出場にとどまっています。韓国代表のキム・スンギは強力な競争相手です。2人の優秀なキーパーを共存させるのはかなり難しいことを考えると、どちらか片方を放出するのがベターと考えられます。1位から10位は以上です。まとめるとこのようになります。1位は中村浩介、2位はクォン・スンテ、3位はスオビク、4位はセランテス、5位は鈴木ザイオン、6位は高木俊、7位はポープ・ウィリアム、8位は小島、9位は旗野、10位は田中雄大となりました。今シーズンの J リーグは鹿島の沖や湘南の谷など若手キーパーの台頭が目立っていますが、その分実力派のキーパーで出場機会に恵まれない選手もたくさんいます。実力派のキーパーがたくさん移籍を決断してキーパー大移動と言われた2013年2014年オフの移籍市場と同じようなことになる可能性があります。この時は西川、東口、林、川口、南などの実力者が移籍を決断しています。今オフの移籍市場ではキーパーの動向が大いに注目されます。今回の動画は以上です。2回目の次回は右サイドバック、右ウィングバック編です。現代サッカーではサイドバックやウィングバックの重要度がますます高まっています。オフの移籍市場でもこのポジションの選手の動向は大いに注目されます。以上、サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございました。